よし、はい、とりあえずここら辺からスタートっていう感じになるのかな。レールですね。レールです。レールをこのように、わー久々に見たな、この色のやつで。どのなんか感覚あったよね、どんぐらいで置かなきゃあったあれですみたいな。覚えてる？覚えてないっす。 OK、 すっごい感覚でやってたから。これはレッドストーンブロックをこう下に敷き詰めていかなきゃいけないのかな。そうですね。ああ。例えばこんな感じなのか。これ確かこのレール、パワードレールも、うん、坂とかだと2つじゃ足んなかった気がしたな。ああ、そうかもね。はいはいはい。どうしようか。じゃあレールを敷く人と、うん、あとガラスとかって覆ってなんか進行しやすくする人がいたような。いい気がする。どっちどっちやりたい？まあ、ガラスでいいよ。ガラスでいいよ。ガラスでいいよ。じゃあガラスちょっと担当大臣いい？あ、まあしょうがないね。はい。あ、もうここむき出しだね。まあここむき出しでもいいんじゃないかな。むき出しゾーンがあるの？むき出しでもいい。どうしても。いいね。あ、なんか怖えな。乗せれる。あ、そっか、これだとダメなんだ。むき出しだな。あ、こんなあったな。あ、ここから一本になっていくんだな。こうすればいいのか。なんかできないかな。何なんかできないかなって。え、このなんか綺麗なマグマ、なんだー。まあなんかなんかあったんだろうな。ダースなんかあったんだろうな、多分な。ダース一回燃えるのはなし。一回燃えた消えるのそれ。一回燃えた後、あ、でもダメだよ。普通に多分トロッコが止まっちゃうか、通過とかじゃないか。あやばい、止まんない。何やってる。大変なことになってしまった。大変なことになってしまった。助けてくれあ。どうした。助けてくれ。何か悲鳴が聞こえるぞ。え、あ、いたー。これどういうこと。マグマのアーチを作りたかったんですけど。ああ、マグマのアーチ。マグマのアーチ。そう、どうすんのこれ。あ、もうせき止められてるじゃん。そうなの、完全に。なんでだろう、なんでかな。できないよ、マグマのアーチが。下作ってから流し始めなきゃダメなんじゃないか、多分。あ、なるほど。うん、やってみるか。そういうことか。あそこから流れているわけだから、うん、あそこを一回せき止めればいいんじゃねえか。なるほどな。これどこから。おお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 、消えるか。あ、消えてってる気がする。あ、消えてってる、消えてってる。あ、で、そこを囲ってガラスでトンネル作って、長めのトンネルを作るか、トンネルの、入り口と出口のところをちょっと上を足してあげて、レールには流れないようにするから二択かな。どういうあれなの、その頭の中には何が描かれてるの。マグマのアーチがくぐりたい。マグマのアーチって何。マグマのアーチだよ。わかんねえのかよ。マグマのアーチだよ。要は上から垂れてきたマグマが左右に分かれてればいいってこと、うん、あ、そう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 、それがマグマのアーチ。そうです。あ、例えばね、うん、こういう風にして、うんうん、こういう風にしてこうすると、でここに垂れれば、はいはいはい、まあ、自然と横には行くわけで縦には行かないような気がするんだけど、はあはあ、そういうことではないの。やってみるか、うん、やってみてもらおう。あ、いいんじゃないですか、いいんじゃないですか。これいいんですか。いいんじゃないですか。あ、いいんじゃないですか。これがこれマグマのアーチ。あ、そうです。
じゃあどんさんこのバケツあげるから、あどっかしらからマグマを盗んでくれば、ありがとう、何本も垂らすことが可能である。やったー、聞かん、お前の攻撃になぞ俺の前では無力。名物になるわよ、心火を吐くやつ。あ、それ以上上はちょっと抜けることがある。よし。垂らせば。いい感じかな、みたいな。あ、はあ。ゴー！向こうは向こうでやっているようだな。ゴー！ゴーしてるな。ゴーゴーしてる。できたか。お、できてんじゃない。できてるね。いやすげえな、制御したな、とうとう。よし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 、火を制御した我ら人類は。やったぜ。おいおいおい、びっくりした、なんだこれ、来たぞ、なんかなんで来た、帰れ。やだ、怖い。お前マジ怖い、ここ瀬戸さん怖い、ね、俺だよ、怖い怖いの、マジで俺だよ、怖すぎるな。そうだな。あまあちょっと横に落ち込んでやめて。仕込まれた。仕込まれました。待て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 。どうやって帰ってきたのお前。嘘だろ。逃げろ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 。カノのはずだが。逃げろ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 。ああまずい。パワードレールで加速するこいつ。逃げろ逃げろ。待てこれ。えめ。逃げろ逃げろ。働け。わあすげえ早い。オッケー。はい。321でスタート。はい行きましょう。じゃあカウントダウンお願いします。行きますよ。はい。三。2、1、ゴー！ギューン！いいよ！ギューン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 、あれ俺の方が、あれ俺の方が早い、あーさよなら、なんだとー、なんかギューン、俺の方が早かったな、ギューン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 、いいね、マグママグマアーチゾーン、マグマアーチゾーン、マグマアーチゾーンです。いやマグマ下ゾーン抜け、ああなるほどね、ここ、あの敵そういえばいなくなっちゃったんだな、そうだね、あいいですね、中間地点、これ中間地点、はい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 、はい、やってきましたね、ぐるりーん、いいよ、問題何にもない、問題ないね、すおっそ、あーはいはいはい、あおっそ、あこれもはい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 、蛇行ゾーン、蛇行ゾーンちょっと怪しいな蛇行ちょっと怪しいね、蛇行ゾーンちょっと怪しい、あ何これ、なんかキラキラしてた今、キラキラしてたでしょ、うん、グローストーンゾーン、グローストーンゾーン、いやーん、いいよ、ギュンギュンギュン、はい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 、さあ下っていきますよ、あーこっから地獄ゾーン、これ地獄ゾーンですか、あー地獄ゾーン、いいね、あいいですね、地獄からの生還ゾーン、あギューン来るぞー、んじゃばー、いいよ、はいこれで、あとは特に何の面白みもないゾーンを抜けて、面白みもないゾーンで到着ですか、到着、最後は面白くない、すごっ、あギューンギューン、ああどうした、
あー引っかかった。豚ゾーン行ってしまったよ。豚ゾーンにやられた。豚ゾーンにやられた。これ止まれないの。これ止まれないです。よいしょ、到着でーす。よいしょ、おーい、押し込んだ、押し込んだ、押し込んだ、ねじ込んで、ドアゾーン、ドアゾーン到着。到着。これでここまでは。なんでこれのトロッコ作ったんでしょうか。ここに見ればわかる。ああ、はい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 。わかるなってる、はいはい、思い出しゾーンだ。思い出しました。なるほどなるほど。オッケー。では、うん、トロッコは完成で、うん、次はこの。ブレイズを使った経験値トラップの作成にかかってくるって感じだね。ブレイズトラップ。ブレイズトラップは大量の経験値とブレイズロッドを入手できる装置。素材はそんなに難しいのないんだけど、あいつ湧いてたからそれを止めたいんだな。なのでグローストーン、あれを檻の周りにこうぎゅうぎゅうに敷き詰めてやると、それで湧き潰しが一応できるっぽいんだよな。なるほど。あと必要なのが大量の石、うん、大量のガラス、レッドストーン、ピストンかな、そんな感じだから、まあそんな難易度の高いものはないかなって感じかな。うっ、なんだ、あれカリカリ、ただーん、置いた、あれどうした、湧く、いや、これで多分、あ、すごい、もうこれは完璧なんじゃないか。完璧です、これ。どっかにいるけど。どっかにはいるが、いいね、ここから。あ、湧きましたか。あれ湧いてますな。あ、あれ湧いてますぞ。なぜです、これじゃ湧くのかな、情報が。そしたら埋め尽くした、完全に。いた、湧いてる、湧いてるやないか。なんで、なんですごいな。ちょっとお熱そうになってるけど。まあまあまあ、とりあえずいいでしょう。うん、とりあえず周りは掘れたかな。うん、多分これでいいんじゃないかな。石をちょっと用意して、うん、こうやってなんか縦横に伸ばしてるじゃない、うん、これはなんかね、石にしてるんだよね。これ石に変えて、うん、左右6マス、下4マスをまずこう伸ばす、石で。ほうほう。で、その先に壁を用意する感じになるのかな。なるほど。そしたら、うん、これ囲えているので、うん、スポナーの下を掘る。スポナーから下に21マス分掘ります。結構。ネザーは真下からマグマが出てくる場合があるので注意しながら行いましょう。これもこのままだから真下にズドンと21マス、うん、なるほど、掘る感じだね。住んだ、住んでね、住んだ、住んだな。それ住んだな、住んだ。オッケー。したら、うん、チェストとホッパーを設置する。石の管がつぶ、いいね。そしたら、うん、ドンさん、ちょっとこの中に感圧板が入ってるから、石の感圧板、このガラスの上に置いてってほしいんだな。ガラスの上、上ペタペタとカーペットみたいに置けないな。置けない、ほんとだ、置けないな。 1.14 から置けるよ。1.12 からじゃ置けないよ。あれ、感圧板を敷き詰めると。こっち側も、うん、おお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 、あ、いいことだね。お、そしたらその横に、うん、レッドストーンと石を蒸気画像のように設置しましょう。蒸気画像、バン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 、全然ダメ、全然ダメダメ。
ダメなの？テストの向きが、うん、こっち手前、こっちこっち、俺こっち向いてほしいんで、こっち。あ、なるほど。それを4段ほぉ、なんかこれ段々になるみたいな感じなんだな。はーん、段々畑みたいな感じだ。ははーん、いや、あれ、あ、どうした、どうした、嘘だろ大丈夫か、削り取られたはしごもなんだよこれ、大丈夫か、やばいわ。完成。お、いいね。そしたら、うん、これで3面は埋まってるでしょ今、うん、で全面が空いてるでしょ、うん、このネザーレンガブロック、ネザーブロックか、うん、この手前側をまあ、うん、これできればガラスがいいんだけど、うん、ガラスでダメだったら埋めちゃうっていう感じで、うん、でなんか今いる場所のちょっと上ぐらいに多分待機する場所を作って、ほうほう、そうするとその近くで湧くから、うん、なるほど、すごい湧いております。うん、すごいね、綺麗だな、ね、なんか違和感があるな、違和感がある、違和感ある、うん、ね、そのピストン出っ放しでもう出てるのあるよね何も押し出そうとしないのが違和感、なんだこれ、これなんだ、干渉してるだけだけどこれ集めて何が違うの、なんか感圧板に乗ったら、うん、乗ったとこの横にあるピストンが動いてほしいんだよな、そうだよね、そしたら下に行くのに、うん、今多分乗った下が動いてるから、下動いてる出っ放しなの、それ出っ放し、乗ってる人が動かないから、うん、ずーっと出してるんだよね、それがおかしい。一旦さ、うん、あのスポナの下閉じて天井作っちゃって、そう、湧かないように3マスぐらい開けたら多分湧かないようになるんじゃないかな。で下の作業、うわこれやばい、やばい、あーえらいこっちゃ、やばい、バレた、沸かしすぎてる、干渉してるのがバレた、うわやばいやばいやばい、うわーすごい、地獄だね、こういうのあるよね、なんかやばい、灯籠みたいなの飛ばすやつ、なんかあるね、あるね、きれい、きれいだな、やばい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 、あららららららら、えらいこっちゃ、やばい、悪魔の装置を作り出してしまった、なにこれ、やばい、地獄だけどどうしよう、ど、捨てるもこのままやばい、これ処理すんのも大変だぞ、処理できんって、いける、きついよ、そうだろうね、届かねえ、まず処理すっきゃねえな、でもこれどうにかして、さあ、おおおおお、え、え、あ、あ、後ろから、一気に下まで行っちゃったの、あ、でもなんか、あ、どう？いいんじゃないですか？来た。こうしてた。ん？あ、左側めっちゃ開いてる。ガシャン。いいね。ガシャン。あ、ガシャンガシャンしてるけど。あー、なんか溜まってるかも。ちょっと見に行ってみるか。あー、いや溜まってるかな。なんか知らないやつもいるけど。知らないやつもいる？知らないやつもいるけどいいのかな。危ない、ああ降りてってるぞ、うまくいってるんじゃないですか、あ、いって、殴られた、いや、いってるのかな、これであとここで叩けってことかな、多分、多分ないってるんじゃない、それで自動で倒すみたいなのないんだよね、自動で倒してさらに箱に入るみたいなことはないんでしょ、経験値は箱とかに入んねえからな、多分そうだよな、これでだからこうやって殴って倒す、あ、うん、うん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 、下の箱には何が入るの、倒したアイテムじゃね、あ、ブレイズロッドとか多分出るから、なるほどなるほど、ああああああ、いいですか、いいのかな、いいのかな、まあでもこれでいいんじゃないでしょうか、とりあえずはできたです、ね、できたということにしましょう、よし完成トラップ、これ
これで経験値をいっぱいいつでも稼げると。そうです。なるほどなるほど。でも俺さっき落下死したことで失っちゃったけど。うわ、それが一番ダメだね。それがネックだね。マジか。じゃあこれで作りたい放題だ。うん、それ。あ、うん、え、あ、なんか、あ、ちょっと痛い。現在ネザーには2体の召喚できるボスが存在います。あ、エンド、エンド、エンドに行かなきゃいけない。出たー。いや、ナイスー。あ、コケあり。お、あ、いたー、助けて。あー、それ無理だ、それ無理だ。いやいやいや。うわー、待って、これ危ねえ。